シンガポールスマッシュ2024より小さい3月7から17日。本戦スタートの10日、女子シングルス1回戦で伊藤美馬、23イコールスターツ、世界ランク12位、ガニーシャーリエン、60イコールルクセンブルク、同58位、を下し、2回戦に進出した。 パリ五輪落選後、伊藤が新たな目標として掲げた世界ランク1位。その第一歩となる初戦は、世界卓球1983年混合腹筋金メダリストのレジェンドが相手だ。ペンホルダーで変化系の粒高ラバーを操る2位。出だしの伊藤はサーブミスも絡んでいきなり0対3とされるが、 ペンが苦手とされるバック側をついて逆転し、11対4で先制する。だが2ゲーム目、自らは動かずに相手を振り回す2位に8対9とリードされるが、ここでミドル攻めからフォアをついた伊藤が、3ポイント連取で11マイナス9でここも奪う。第3ゲーム、伊藤は変幻自在のサーブからの速攻で一気に差を広げる。 最後もサービスエースで11から6とし初戦を飾った。